できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。みんなを引っ返らせるつもりなんだ。クリリン、ベジータに勝って後で聞かねえとな。なんか嫌がんな。さっさと、おっと、行き過ぎちまったか。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。だが絶対負けねえ。お、なかなかやりそうなやつだな。なんか嫌がんな。さっさとワクワクすっぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし、この辺りには人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。力が、あ、よけ、ポッツ、よっ、ポッツ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 、よっ、ほっ、よっ、ほ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 っ、倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるぞ。ほら、やめるな。おのれ、やりっこ、よっ、はっ。
よっ、はっ、やめるな、おのれ、はっ、よっ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 、もう許さんぞ、カカロット。見てやる。こんなやばい敵が来るのにワクワクしてきやがった。笑ってやがる。諦めて開き直った。もう許さんぞ、カカロット、はじけてまざれ。なんだ、バケモノ。